それではですね、郵政民営化交代を阻止する議員の会の立ち上げ会を始めさせていただきたいと思います。今日は急なご案内にも関わりませず、超党派で先生方にお集まりをいただきましたことを感謝を申し上げます。それでは各党、今回自民党、公明党、みんなの党で呼びかけをさせていただいておりますが、各党呼びかけ人代表の先生方からご挨拶をいただきたいと思います。まず自民党、石原伸晃先生、はい、よろしくお願いいたします。こんにちは。お忙しい所信表明の前にお集まりをいただきまして、呼びかけ人の一人として心から感謝を申し上げたいと思います。亀井さんは辞めました。しかしこの郵政の民営化を後退する悪法をですね、臨時国会で速やかに可決をするという動きに歯止めがかかったわけではありません。皆さん、今日の株価ご存知ですか？200円以上戻してるんですよ。これは外人買いです。日本の郵政解約法案が廃案になるということで戻ってきた。まさに世界はそういう目で見ている。大きな官営銀行をまた作るなんていうことはですね、 WTO の間違いなく金融サービス違反であります。そんなことを許してしまったら、日本が世界の中からどういうふうに思われるのか。これは普天間の問題と並んで、実は日本の特殊性を示す大きな問題だという認識に立たせていただいております。皆様方と共にこの悪法を葬り去り、そして民間の金融を官が阻害することのないよう、そしてまた特殊法人等々に流れたあの官のマネーが無駄な公共事業を作り続けたということに、しっかりと私たちは歯止めを打っていかなければならない。こんな思いで今日はこちらに来させていただきました。皆様方に再び感謝を申し上げさせていただきまして、自民党代表としてのご挨拶とさせていただきます。今日はありがとうございました。それでは続きまして、公明党、斉藤哲夫先生、お願いいたします。公明党の斉藤哲夫でございます。今日は公明党からも衆参来させていただいております。今地方を回りますと、地方の金融関係の方が大変心配をしております。この郵政解約法案が通れば、地方のこれまで中小企業を支えてきた金融機能が崩壊をする。何としてもこれは阻止してほしいという切実な声でございます。私たち団結してですね、この解約法案を阻止しなくてはならない、このように公明党としても強い決意を持っているところでございます。今回の参議院選挙、そういう意味ではこの法案を速やかに通すといった政党に勝たせてしまえば、それは解約を許してしまうということになるわけでございまして、この参議院選挙で私たちが頑張らなければならない、今回そのチャンスをもらったと、このようにも私たち理解をしているところでございます。日本を産油国にしないためにも、また地方の金融を守るためにも、そして地方の中小企業を守るためにも、何としてもこの参議院選挙を勝ち抜かなければならない、このように決意しております。どうか団結して頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなの党からは今日は、江田健二先生が、呼びかけ人代表としてご挨拶をいただく予定でございますが、ちょっと今向かっていらっしゃる、最中ということで、ご到着次第、ご発言をいただきたいと思いますが、それでは、次第を進めてまいりたいと思います。この議員の会の今後の進め方について、それでは塩崎康先生の方からご説明をいただきます。皆さん、こんにちは。今日は本当に急なご案内でありましたけれども、先生方にご参加をいただきましてありがとうございました。今自民党、そしてまた公明党の代表からお話があった通りでありまして、今日は所信表明演説がありますけれども、成長戦略言っていながら、この郵政の民営化はむしろ逆行する民間の力を削ぐ法案でもあるわけであります。ぜひですね、これから我々この議員の会でしっかりと、議論しながら、ぜひ今後は国民運動を起こしていきたいな、そして民間の皆さん方とも連携をしながら、しっかりこの日本、経済社会を発展させていきたいというふうに考えております。ということで早速少し民間の方々とも議論をしてみましたが、
700人委員会というのがございますけれども、その世話人代表の方々ともお話をしてご賛同をいただいております。我々の先輩でもありますけれども、塩川先生、水野先生をはじめ坂谷太一さん、それから加藤寛さん、この代表世話人の皆様方にはですね、この我々の郵政民営化交代を阻止するというその趣旨に 100% 賛同だということで、この700人委員会としてもですね、やっていきたいと、こういうようなお話をいただいております。今後ですね、ぜひ我々としては広く経済界、あるいは学者の皆さん、マスコミの皆さん、文化人の皆さん等々にですね、また議論を一緒にしていただいて、国民運動を働きかけてまいりたいというふうに思っております。我々はまず国会議員として、この集まりを中心にですね、改めて、この秋の臨時国会で速やかに通そうという新たな合意もできているようでありますので、それを阻止すべく、我々の力を結集してまいりたいというふうに思います。また今日意見交換の中で、いろいろとご意見を賜って、進め方も皆さんと一緒に決めていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。ありがとうございました。それでは今ご到着になりました、みんなの党を代表いただきまして江田健二先生からご挨拶をいただきます。遅参をいたしまして大変申し訳ございませんでした。みんなの党の江田健二でございます。今の民主党政治というのは、JAL にも1兆円、道路会社には1兆3000億円、日本郵政には1兆円、とにかく大企業の国営化で、私は81年のミッテランの社会主義政権の再来かと言ってるんですが、こんなことを続けていたらもう大負担大借金大増税の超大きな政府で、もう財政破綻どころか国家破綻ですから、もう絶対こういった路線は阻止しなきゃいかんとみんなの党としても思っております。郵政民営化法案の問題点多々ありますけれども、ここでは一つだけ簡単に申し上げますと、こういった郵貯官報300兆円ものお金を国家管理しようなんていうですね、もう世界の非常識、こんなことを平気でやって、おそらくまた政治家や官僚がですね、この300兆円のお金を食い尽くすんでしょう、利権化して。こういったですね、意図も秘めた郵政民営化逆行法案には絶対に反対するというのが我々みんなの党の決意でございまして、今日も参加させていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あとですね、今お手元に、1枚の紙で郵政改革法の問題点というのを配らせていただいております。これから国民運動を展開していく中で、今江田先生から大きな視点でのご指摘がありましたけれども、実際にですね、今民主党政権が考えているこの郵政民営化、郵政改革法をですね、もし通ると具体的にどういう問題があるだろうかということを簡潔にまとめさせていただいておりますので、また先生方にはこれも参考をいただければというふうに思います。